高木です。高木です。お願いします。今日はですね、はい、君たちがどのぐらい野球の脳を持ってるかというか、そういうのをちょっと試したい。脳トレみたいな。脳トレ、野球の。いいです、ね、で、はい、ホワイトボードにこの右のめちゃくちゃな強打者なんだよね。右バッター。右バッター。はい。で、これストライクゾーンの9分割で100っていうところがこれ1割ね、はい、これ2割5分、3割もう5割超える、はい、で2割5分3割で、僕は1本持ってない。お、いや、それで、はい、君たちに配球を考えてほしい。わあ、このバッターを抑えるために。わかる。はい。じゃあどっからいくか。はい。じゃあ1球目、はい、じゃあさ、ここに数字を打っとくから、はい、1、2、3、8、5、6、7、8、9、だから1球目1って言ったらこうインハイから攻めるとか、ちょっと考えて、そこの横に数字をどういう組み立てにするか、番号を横に振ってって。1球目は7なんですね。7、はい、はい、2球目7、3球目、いや、ボールのもの使ってもいいけどね。はい。ボールの時はじゃあ1つ付け加えておくのが、はい、これが10とする。3球目10ですね。ボール球を使う。ボール球を使います。はい、4球目、うん、1っすね。1ね。はい、はい、ここで4球で勝負する。4球で勝負します。 OK。 はい、はい、見えた。はい、まあでも結構似てるますね、うん、自分は10から入るかな。ボール球から入る。強打者なんで様子を見たいと、うん、で、ボール球のもう一回7いきますね。7いく、うん、で7いって7かな。でで、もう一回10いきます。で、1で、全部ついな。で、7。はい。これさ、はい、やっぱね、はい、野球をかじるとさ、はい、組み立てをしてって言ったら、はい、まあこういうのは自然だと思うんだよ。でも素直に考えて、素直に考えたら、はい、7でよくない？まあ、まあ、だって打たれてないんだもん、1本も。まあ、そうですね、はい。だから7-7なんて3球で終わりじゃないか。強打者だって言うからお前ボール使ったんだろ。そうっす。ボール使ってもここさえ、ここは絶対打たれてないんだから、7-7-7に持っていったら3球で終わるじゃない。そう思わない？いや、だから生実家組み立てろって言うからそういう風になるんだ。どこ攻めるって言ったら、いや7でしょって、はい、これ簡単だけど、組み立ててみろって言うと、組み立てようとするそういう邪念がさ、こっからこう外れるんだよ。で、1に行く。お前、お前ら、はい、1いったら1割の確率はあるんだからね。ここは0なんだ。だから素直でいいじゃないかって。もっと素直に野球やれよみたいな感じだよ。そうだろ、はい、いや、3球投げれるかどうかっていう問題もあるけど、はい、投げれるとしての設定だからさ、はい、だからここ行っとけ、強打者でもなんでもない、ポンコツだよね。はい。で、もう一つ、はい、このバッターの特徴、弱点は何だ？弱点ですか？うん、弱点はどういうところにある？言葉に出して言うと。まあ外の低め、うん、弱いでしょ。弱い。それはもう当然そうですね。いや、そうじゃなくて、はい、やっぱこう、じゃあ組み立てを考えた時にここだけしか投げれないじゃなくて、はい、他も散らさなきゃいけないってなったら、はい、このバッターは一口に言ってどういう特徴があるかっていう。まあだから高めに弱い。え、そんなこと。高め弱いでお前分からない。特徴が確実に出てるんだよね。あ、こういう、はい、じゃあキャッチャーはこういう攻め方をしよう、こいつはこういうところをこういうのが弱いから。よく言葉に出すのは、はい、よく聞くのが対角線って言わない？インハイに弱くてアウトローに弱い、この対角線が弱い。だから特徴的に1割、この中では2番目だよね、スコライン、はい、数字が低いのが、はい、こっちは000だ。だからこのバッターはインハイアウトローで攻める。アウトハイインローっていうのは2割5分ずつだよ。だからこういうことをやっぱ考えながらやるんだよ。どっちの対角線が弱いかとか。だからここ1割にしたんだけどさ、インハイアウトロー、この対角線が弱いっていう頭に入れとくと、リードっていうのは楽になる、覚えやすいじゃん。確かに。まあこういうことを遊びながらでもやっぱこう感じるといいよね。で、お前らボール球使うって球数かかりすぎやもん。5球もかかってる。強打者だということでボール散らさなきゃいけないかなと思うじゃない。そうですね。でもバッター的にはあえて外しかボール球っていうのは使わせないようにしたんだけど、このボール
ール球より中に入ったボールっていうのは怖くない？逆に怖い、甘く感じるよね。だから逆に使えないよね。使うとしたらここを使ってここに持ってきたら遠く感じるけど、より000が確率が高くなるけど、ここの際どいとこからここに持ってったらものすごく甘いボールに感じるかもわかんない、はい、これが000じゃなくて050、ちょっと率が上がってくるかもわかんない。だから素直に考える方がいいということ、野球って結構いろんな雑念が、そうですね、結構外一辺倒になると三球打たれちゃいけないとか、ね、じゃあインコース近いとこで1割のとこで見せて目つけさせてもう一回外で遠くさせるみたいな。でもそこ振られたら10回に1回打たれるんだよ。そうですね、ここは10回に1回も打たれない。いや、そうですね、まあ単純な遊びだけどさ、はい、だけどそういうふうな確率を出してみると、はい、ここ三球でいいんじゃないかって。そうですね、別に普通に考えれば3球でいいと。多分カメラを回してるモックンなんか、はい、ここ3つでいいんじゃないのっていうような感じだと思うよ。やってやってないから、やってない人ほど、やってない、だからやってる人ほど複雑に考えたがるんだ。そしたらここが1割になったとしたら、はい、この対角線で攻めようとする。だからこう出してみるといろんな攻め方が分かる。あとはやっぱ複雑に考えすぎる傾向がある。素直に考えたらその通りです、まあ、そうですね、性格出ちゃいましたね。性格が素直じゃないんだよ、君たちは。まあということで、はいはい、まあ、こういう勉強をしました、はいはい、まあ、少年野球、はい、ね、や、まあ、少年少女、はい、まあ、そういう野球やってる人たち、まあ、近場だったらね、はい、行ってちゃんと教えますよ。え、こういうの、まあ、こういうのも、はい、こういう遊びだとか、はい、まあ、さっき言った守り方だとか、はい、戦術的な、面白いこととかも、ね、まあ、合わせて持って、はい、まあ、野球の指導もしてもいいし、ね、行って教えますよ。贅沢ですよ、これは。贅沢かも、贅沢かどうかは余計なお世話かも。まあまあ、だけどね、はい、まあ、概要欄にメールのアドレスが貼ってあるんで、はい、まあ、そこにね、もらえれば、教えてくださいっていう人もいたら、はいはい、そういう場を設ける、すごいですね、いいですね、それね、うん、だからまあ、どしどしと、はい、その代わり、はい、顔モザイクなし、まあまあ、そのビデオは撮らせていただくよ、あ、そうですね、YouTube に、はい、ぜひ、はい、応募お待ちしてます。お願いします。はい、お願いします。